こんにちは、ドクターネックスです。今回はイベントをやっていきましょう。精霊帝今昔物語波乱の臨時講師、全6話ですね。6話か、札は足りねえな。1話日和編特別講師の任務。談笑している日和と真白のもとへリサが現れる。どうやらまた大衆室で盗み聞きをしたらしく、その話の内容は。今回ね、なんとなく雨竜にしてみました。毎回イチゴじゃつまんないかなと思って。時は遡ること104年、それは懐かしくも賑やかな昔話。ほんと作画ひでえなこれ。僕一人で十分だ。5000とかでしたもん。覚悟。これあれだな、興味本位で 10% アップつけてみようか。まあめんどくさがるだろう。2話日和編実力と債務、違う責務。裏の言動に腹を立て大社を飛び出した日和、苛立ちが収まらず取った行動は。なんで債ってのは責任の責。僕一人で十分だ。僕一人で十分だ。覚悟。覚悟。刺さりじゃねえ。すまない。3話日和編試さねばならず。自分の力量自分の力量を各隊長に伝えるべく暴れ回る日和、そんな彼女に鉄槌が。僕一人で十分だ。覚悟。相手の属性なんだこれ。もう変わってねえな。確認しよう。力か。した。技属性の変化してるな。早い。全然ここで終えてもいいような感じだけども、続きます。4はルキア編特別講師の2。ルキア仙太郎清音の3人は浮竹により13番隊の大社へ召集を受ける。何事かと緊張した面持ちで待ち受かえていると、時は進み現在へ。早くて読めなかった。僕一人で十分。覚悟。スーブとかすげえな。今だ。数日後。浮谷編実力と責務。浮竹の突然の体調不良により代理として単独で講師をすることになってしまった浮谷。何を話せばいいかと悩んでしまう。札を受け取んなきゃ間に合わねえな。僕一人で十分だ。覚悟。技属性に入ればこれぐらいいけるね。覚悟。覚悟。覚悟。シダはすげえ強いキャラに見える。これでなんでローズがドロップするんだ。2枚とかないかな。2枚2枚ない。ラスト雪夜編なせばなる。これさっき試さねばっていうか、あ、これはでも試さねばなせばなる。んあったよ、もうダメだなんか。もういいや、読まない講義の準備の疲れで歌寝してしまったルキアはカイエンの夢を見る。夢の中でまた悩んでるルキアにカイエンが取った行動とは。僕一人で十分だ。でもここは6話だから見慣れた風だな。覚悟。バス。ここまでもやってもやっぱりローズがなんで出てくるかなんでドロップするか全然関係ねえなこれ。はい、今回は以上になります。以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。